斉藤伝十郎は、明治時代の新潟県の政治家。佐渡雑武都軍で古町、村会議員等を務め、斉藤活版印刷所を創業した。配合は一貫。天保13年3月21日、佐渡国沢田軍石田家事長、斉藤殿七家に生まれた。陽名は鶴松。同丹屋を営み、一国丹屋と踊り、中村清介寺を貢献した。 明治5年7月、石塚神作りと、あがた村、本間霊僧を、中原神社に招いて、肝神狼を開催した。同年8月、相川病院長、長谷川元吉と、牛落製造を計画、また、金北参加の薬草を採集し、高岡病院科が国主、津田純造、大旅の佐里、大阪薬保、小西茂平等に売り込んだが、製品化に失敗した。 1875年上の事案率を宅地開発した。1876年6月27日、新潟県第27大区小六区に番組個長を命じられ、当該4等となった。7月23日裏役人、1877年5月18日、小六区受け持区長代理を命じられ、1879年12月2日、 軍区改正により退職した。同年春、石塚仁太郎と中原あざ、ほったの電授を宅地開発した。1880年1月1882年2月、石田村会議員。1 8 8 2年2月22日、河原田,田、組合商人取1880年1882年、佐渡山軍町村連合会員を歴任した。 1881年3月、明治9年改正佐渡国地礎改正書書一覧表を出版し、印刷技術の利便性を認識した。1882年9月佐渡参軍庫長会議で議長を務めた際、軍長、阿波野氏が従来116町村で開覧していた通達文書を印刷するため活版印刷機を共同購入する議案を提出すると、 審議前に自ら印刷業の経営を名乗り出た。相川富田新江門の友人、広川新平に、東京での印刷機の購入と印刷工の圧戦を依頼し、1883年1月機会と、印刷工佐志田義次郎が到着すると、2月10日家事長の自宅で、斎藤活版印刷所を開業し、3月、佐渡前周知指摘用を完工した。 12月3日町南町3の徴兵回避のため、隠居し、事業を譲った。1884年4月佐渡新聞社創立を宣言して株主募集に奔走中。1885年8月、相川塩屋町、小池又平領館で発病し、11月27日、死去した。死亡は京鬱シーン、広則本願古事。 江戸時代初期西三河笹川十八枚村から石高寺町に移住した斉藤八江門家の分家で代々伝七と称した。伝七官文七年法歴二年伝七教法七年、天明四年伝七官縁二年天宝二年伝七、天明四年家営二年伝七文化三年、現時元年伝十郎四代伝七は文化十三年、 文政13年から各3年間、石田村名主を、務め、酒造となんだ。天保9年うるう月淳犬士、広木茂太郎、五両淳犬士記念内記を案内した。配合は上風。時勢は、孫の甲に箱なりけり梅桜、死ぬるみの人懐かしやおぼろ月。伝十郎の妻は、牧といい、斉藤長蔵東五男四女を設けた。ありがとうございます。